ピナクルとソーラタウン山地とハンギングロック州立公園ピナクルはアメリカ合衆国のオスカロライナ州ストークス郡の南西部に位置する未編入地域でパイロットマウンテンの町からおよそ5マイル南南西パイロットマウンテン州立公園とハンギングロック州立公園の間に位置している2015年3月現在正確な人口は855人であるこの町はもともと カラーとして知られていたが、この名は当地の鉄道駅の敷地を所有し、初代の市長を務めたイマニュエル・ W ・カラーにちなむものだった。現在の名は1894年に採用された。ピナクルは1901年に一旦自治体として法人化されたが、これは1903年に廃止された。ジャック・マーティン大員が建てた石の家、1770年頃。 ピナクルから修道線186号線沿いに20マイルほど東へ進んだ場所に石の家と称される壁の厚さが3フィートほどもある大きな4階建ての石像の建物の遺構があるがこれは1770年にストークス軍にやってきて国王から8000エーカーの土地を与えられた最初の2人の入植者のうちの1人ジョン・ジャック・マーティン大尉が建てたものであるマーティンは ノースカロライナ衆議会会議員としても活動し、30年以上にわたってストークス軍の裁判官も務めた。この家は地元で取れるカドイシを材料に奴隷を使って建てたもので、牛が丸焼きにできるほど大きな暖炉がしつらられ、外壁には白い化粧漆喰が塗られており、初期の入植者たちが商用祭としても使用したものであった。マーティンは、 バージニア植民地のエセックス軍に生まれ、アメリカ独立戦争では、大陸軍の側で優先した。大佐となっていたマーティンは、バージニア州のマーティンズビルにその名を残す、民兵将軍、ジョセフ・マーティンの弟であったため、独立戦争中も、その後も含め、王国中正派から付け狙われており、キングスマウンテンの戦いの直前、大陸軍側で偵察中に重傷を負った。 ジャック・マーティン大佐は、チェストナットリッジ、サリー軍、コルソンズ、オールド・フィールズ、アラマンスで戦い、ギルフォード軍長者の戦いにも参加した。アメリカ独立戦争の際にも、米英戦争の際にも、石の家は、大陸軍の召集拠点となった。この建物は、ストークス軍において最も古い建造物の一つであり、1975年に、 アメリカ合衆国国家歴史登録財に登録されたが、家屋自体は1890年に消失しており、残されているのは大きな石壁だけである。石の家は1975年にストークス軍歴史協会が取得しており、近年同協会はこの遺跡をバンダリズムから保全する取り組みを進めている。石の家の窓。ピナクルの近郊では石の家に加え、 2002年にハウザーファームが NRHP に登録された。ありがとうございます。